はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、ちょっと論太郎さんの方の、バズり具合が、ちょっと尋常じゃない勢いをちょっと、醸し出しているということになるんで、ちょっとこれは、リアルタイムでウォッチしていくと面白いんじゃないかなということで、まあ、勝手に論太郎さんは何も言ってないんですけど、私がウォッチさせていただく。まあ、論太郎学の第一人者と言ってるんで、論太郎さん学の第一人者というふうに言ってるんで、まあ、いうことになるんですが、すげえなっていうのが本音です。すげえなというのが本音なんですけれども、論太郎さんがですね、日刊148位ですね。この記録がちょっと書くの忘れました、ね。4月の21日です。4月の21日の日刊のチャンネル登録の伸び人数、1200人近くだったと思うんですが、1日で伸びた人数が1200人です、大体。はい。これが148位ということになってます。で、今日見てる限りだと、昨日の記録を抜きそうっていう状態になっているということです。まさか伝説もここまで来るとは正直思ってませんでした。はい。伝説を作ると言い出したのは私です。はい。これは断言しておきますが、論太郎さんが玉転がし動画で伝説を築き上げると初めに言い出したのは私です。はい。私ですが、まさかこんなに短期間でこんなに早く伝説の数値に、到達してくるというのは、想定外でしたね。想定外でした。はい。ということで、論太郎さんの日刊は148位ということですね。ひょっとすると100番以内にっていうのが届きそうですね。ひょっとするとね。はい。ということになるので、まあ、論太郎さん新記録ということを達成で、1日ですよ。1日で1200人ですよ。もう一体どこの世界線だよ、みたいな。一発や一発やって言うけど、一発もすごいっすよね。多分、ダンディ坂野さんとか、ジョイマンさんとか、そういう世界ですよね。はい。でね、私はもう何回も言ってる通りなんですけど、一発や一発やって言ってるんですけどね、一発屋さんをね、馬鹿にしちゃいけないんですよ。ゴージャスさんとかも一発屋さんっていうふうに言われてたんですけど、ゴージャスさん、数十万人 YouTube でチャンネル登録者集めてますからね。数十万人くらいゴージャスさんとかも集めてますし、で、一発当たるってことは才能あるんですよ。はい。私はそう思ってます。一発当たるって人は才能あると思ってます。はい。だから、まず、普通にやってて、一発が当たらない人っていっぱいいますから。ゼロ発やろうが多いですから。ごめん、だからね、この間ちょっとね、ジョイマンさんかなんかの、ニュース記事みたいな見たんですけど、なんかお父さんは一発や苦悩するみたいなことをね、書いてたんですけどね。いや、一発当たんないから。多くの人々は頑張っても一発当たんないからみたいな感じになるんでね。まあ私としてはまあ、論太郎さんすげえなということで、まあ見させてもらってたんですけど、まあなんかね、私が、いや、論太郎さん違うんだとね、相手何のドアだったのか未だに思うんですけれども、なんかその結果、論太郎さんがこうなんか、ね、追求しているみたいな謎なことになってますが、まあ子供たちがね、息抜きがてら、ちょっと論太郎さんのウォッチしてみると、まあ面白いんじゃないかなというふうに思います。で、もう本当に論太郎さんもガンガン来ます。ガンガンチャンネル登録者数集めてます。はい。ということだと思います。まあ本当にね、YouTuber、これは論太郎さんがおっしゃったことです。僕が言ってることじゃないんで、皆さん誤解ないでしょうね。私は他人が言ったことをそのままトレースして、やっちゃうっていうケースはあるんです。結構あります。はい。はっきり言います。あります。ただし、その他人が言ったことをそのままそう使うってことはほとんどなくて、他人が言ったことと他人が言ったことを混ぜて、また別のことを言っちゃってるっていうのがあるんですよ。あるんですよ。で、どういうわけか知らないんですけど、本家で言った人たちが、それを聞いて、ああ、松井さんオリジナリティのある言葉が言ってくるなって、いや、だからあなた方の言葉だよ、みたいな、ことになるケースっていうのがよくあるんで、断言しておきますか、これ、論太郎さんの言葉です。いいですか、論太郎さんの言葉です。本当に YouTuber でね、YouTuber ドリームってすごいなっていうのを言ってるね。いや、みんな一個一個のことって言ったら変な話だけど、論太郎にもできるんだから、みんなも頑張ってやっていこうよっていう話ですね。でも YouTube だけではないですけどね。はい。
ということになります。というわけで、のんたろうさん、イケイケゴーゴーのんたろうということですね。イケイケゴーゴーのんたろうということになります。はい。というわけでね、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。